皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気ですさてさてヤフーニュースのニューとマークされているいわゆる最新ニュースをお届けしますまずは国内ニュースです首相のヨーロッパへの訪問中中国に対する危機感の共有を目指すということだそうです そうですね、まだそのあたりの、ね、実感がない国もあるでしょうから、はい、そこらへんに対して、まあ、啓蒙を行っていくということですね、はいいいことだとだ思います、はい、トイレ制限の最高審の審判全裁判官が個別意見を出したということで人それぞれ全然違う理由で同じ回答を出したということですね。 面白いですね、はい、次、立候補者名、なぜひらがなに <laughs> いや、これ別にもう押さなくても分かりますよ。え漢字が書けないから違いますよ。漢字が書くのが面倒くさくて他の人を選びそうになるからですよ。<laughs> はい、多分私はそうだと思います。はい次国際ニュース、えー NATO、加盟巡り ウクライナ大統領が nato を批判ということでね。早く入れさせろってことですね。<laughs> はい、次、えー、フランスがウクライナに長距離ミサイルを供与へいいですね。はい。ウクライナ侵攻を受け、対立どこが対立国連です。選挙を繰り返す。<laughs> ロシアと中国が国連の常任理事国でいる限り何度選挙やっても結果は同じですよはい、はい、次経済ニュースヨドバシ西部出店計画の変更を検討だそうですこれはですね、えー、いろいろとクレームが入ってるそうです 1>, 1階にブランド店がないってどういうことみたいなそういうクレームが入ってるそうですなんでまあ地域の声をちゃんと聞こうということで変更を計画しているそうですはいはい NHK 前会長の退職金を10%削減、はい、不祥事ですね、はい、次刑務所で作った石鹸3倍の値段で転売も そんんなに珍しいんですかちょっとよくわかんないなはい次えー、これ何て読めばいいんですか平野資料の投稿から特定行為物議うんそんなこともあるでしょうインターネットの世界ですからはい苦手科目嫌になったきっかけは 嫌になったきっかけははいこれ道みたいですね嫌になったきっかけははいはいあこれ嫌になったきっかけを募集しているそうですただそれだけの <laughs> 記事でしたなんだそりゃ <laughs> それが知りたかったのに僕はもう <laughs> 次 はい、えー、科学ですキッチンとトイレ熱中症に注意だそうですはいトイレにね冷暖房がかかってないっていう方いらっしゃいますからねうちはトイレ換気扇つけっぱなしですよはいあの部屋との部屋との換気扇はいだから部屋の冷房がちゃんとトイレにも行ってますよはいキッチンは、まあ ドアで閉まってはいけないですねはいまあ大丈夫だと思うんですけど熱中症はいあのちなみにうなぎ屋さんあれ41度だそうです41度びっくりですねはい熱中症に注意ということだそうです次有毒のコカミアリ国内に初侵入ということではいお気をつけください次ヘ,ンヘルパンギーナ 便からの感染が注意ということだそうです。便からの感染ってどう防げばいいんですかえ便座シートを拭くとかですかねやっぱそうですかねよく聞きますけどね、便座シートはちゃんと拭いてから使えって、あの公衆トイレでは。はい。私、拭いてますいつも。先、使う前に。はい。もう雑菌の塊ですから、あれ。人のお尻があったんですから、そこにはい。<laughs> はい、次。 えー、エンタメゴジラ70周年作品タイトル決定ゴジラワ1だそうです何ですかそれはもう考えすぎたんじゃないですかはい次いきましょう首相あ違うごめんなさいえー、っと えとはい、舞台での「ハリー・ポッター」12日から上演再開ということだそうです。はい、次、ユリマリのマリ専業に専念だそうです。はい、次、えー、メジャーリーグベースボールの、えー、オールスターゲーム速報大谷翔平は2番 DH。 はい次、えー、メジャーリーグベースボールドラフトで日本人選手が指名されたということだそうです。いいですね。次、照ノ富士が球場、腰の状態が悪化。本当ですか <laughs> 横綱ってすぐちょっとなんかあると休場する。だからはい皆さん どんなニュースが心に私はまああの国連はもう終わったなっていうのがまた再確認されたなっていう感じですねはいもう NATO を中心に第二国連作った方がいいんじゃないでしょうかはい <laughs> と思いますはい以上です こ,これで配信、この配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。口内炎の弘樹でした。